徳松友は、日本の実業家。帝人代表取締役社長を務めた。日本統治時代の台湾で生まれる。1938年神戸商業大学卒業。帝国人造機いと入社。戦時中は、陸軍主計大員。戦後復帰し1957年。帝国人造機いとテトロン販売部次長。1959年。 帝国人造機の糸テトロン販売部長。1961年、帝国人造機の糸企画部長。1962年、定人ニューヨーク出張所長。1965年、定人取締役。1969年、定人常務取締役。1980年から、定人代表取締役社長を務めた。それまでの拡大路線で積み上がった。 不採算事業の整理を実施。一気に20件以上の事業や海外案件から撤収するとともに、医療、医薬事業を次世代の成長事業として位置づけ、現在の事業構造の原型を築いた。当時の記者会見で、経営の若返りの重要性を解き、事業に目処のたった3年余りで社長を退任。公認には11歳離れた岡本佐志郎氏を指名し、 サポートが終わったと見るや会長職も2年で退いた。1985年より相談役、世田谷区の自宅で心不全頼め死去、去年91、パレスホテルでお別れの会が行われた。アメリカ文学者の徳松愛子日本女子大学名誉、教授は妻。AB 徳松と申し死去、限定人社長四国新聞社2006年2月6日18時15分徳松。 地部とは、ことばんく定人第103期有価証券報告書、東京大学、55年内地1311、一特松地部特松地部、定人社長共同通信、追送録、日本経済新聞2006年3月17日、ゴーン元会長逮捕で問われる、経営者の賞味期限日本経済新聞2018年11月30日、不法、 徳松智氏死教役時日報2006年2月8日、徳松愛子さん死去、日本女子大名誉教授四国新聞2007年10月17日16時54分。ありがとうございます。